じゃあ、ハリカルさんです。今日もあげるよ。ほら、めっちゃちっちゃいブレスレットです。ハロウィンが近いでしょ、来月。パンプキンブレスレット。楽しい。はい、これを作ってみたいと思います。これめちゃくちゃ簡単です。僕はハロエブリオンハロウィンのアイテムを50個ぐらいあげてるの。だから今日の動画の一番頭にハロウィンの再生リストをあげておきますので、もうとにかくなんかいろんなのがあるんですよ。なんか変身したりとか、ブドウになったりとか、いろいろあります。なんかお菓子入れたりとかね、ゴースト作ったりとか、いろいろ作ってきたので、この6年間で。これは今日めちゃめちゃ簡単なんで、ブレスレット可愛いし、ちょっとこれもね、これもまた考えたいと思いますね。他のシリーズもね、ブレスレットの。はい、Today Pumpkin Bracelet。 よろしくお願いします。今日も行ってきたよ、レントゲンの仕事。今日は人間ドックでした。はいはい、いや楽しかった。日々精進だね、やっぱね。まだまだなんですけど、とっても勉強になりますね、やっぱりね。現場を大事にして、リピートしていただけるように、お客さんにどうしたらいいかなっていうことを常に思いながら進化していきたいと思っているので、なんか勉強ですね、毎日ね。はい、全ての分野そうです、私は。じゃあ行きます。これもしなかったら、 If you don't have a 160 260, no problem、 OK ね。はい、行きます。オレンジと、今日160のグリーン使います。じゃあ行きましょう。Please inflate orange。 これジェマールの風船さんで、もう とにかくちっちゃく膨らます。ちっちゃく丸めていきます。とてもちっちゃいよ、このぐらい、5センチから2 or 3 inches about、 ループね、すごくちっちゃいループを作ります。このぐらい、1、これを6 2、なんかどっかで見たな、お花と一緒のお花のサイズよりももっとちっちゃいね。2 3 4 5 6。これカットしましょう。片手結びをします。さあ、これはいいとして、次、置いといて160Q を作ります。膨らまします。これとても便利ですよ。 It's very convenient ね。これね、このぐらい、はい、これを整えていきます。こういう風に、これ分かります？これちょっと風に当たった、準備する間に、これまだ膨らましたばっかりで、風に当たるとこんななじゃん、マットな感じになるでしょ。だからもしなんか誰かにプレゼントしたいなと思ったら、ビニール袋に入れて保管しておきます。で、あげる時に出してからあげた方が、こんなに光沢が違うのよ。ほら、全然違うでしょ。これをこの間、真ん中に Your first finger push で、これをちょっと曲げます。これね、まあいいか、これでもいい。はい、なんかね、まあ結ぼうか、ちょっと。で、ちょっとこういう状態にして、こういう感じにする。こう、こう。はい。で、この後ろを、反対側に行くから、こっち側ね、下の方ね、に持ってきて、親指で押さえて、付け
手体操の手の大きさ、子供になったらちっちゃめでいいから、で巻いて、すると輪ができます。だからきつくならないように気をつけてあげてくださいね。で、だからどうかな、コンジェスチョンっていうんかな、うっ血しちゃうから、コンジェスチョン when tight、 これがきつかったらね、うっ血しちゃうので、 be careful、 気をつけてください。はい、なんか違うでしょ、光沢が。落ち着けようか。今日はとっても簡単にできるパンプキンを作りました。なんか簡単できるでしょ、子供に。で、顔描いてあげてもいいし、顔描いてあげてね、顔描けたらね、描いても描かんでもいいよ。で、これよりももうちょっとこっちから、これかな、こんな感じ。これちょっとこっちの方がループ大きいかな、ちっちゃいね。はい、こんな感じになります。はい、今日は、パンプキンブレスレットを紹介しました。はい、頑張りましょう。疲れるけど頑張ります。はい、それではサブスクライブプリーズ。バルーン楽しいな、毎日やりたいな。皆さんも頑張ってくれ。なんかいろいろメッセージもいただいてて、海外とか日本の方からも、なんかこんなのが欲しいなという相談でもいいので送りますからね。レターパックライトとかレターパックとかスマートレターで送れるので、3000円で予算があるんだけど、ジェマールの色全部送ってとかさ、うまくこっちで調整しますので、リクエストください。はい、それでは元気です、カンさん。F 県の K さん元気ですか。はい、使ってる。はい、またね。じゃあね、 See you、 See you again。